歴史学者モースの筆録にこう記されている。クリスタルの加護を受けし大地バリスゼア、大地に鎮座するマザークリスタルは人々を繁栄に導いてきた。しかしいつしか芽生えた人の自我は自らを惑わせていく。それゆえにクリスタルをめぐる探求の旅は今なお続いているのだ。もうすぐ夜明けだ。そろそろ両軍が動くぞ。俺たちの任務はドミナントの暗殺。標的を間違えるなよ。女だろ戦場で間違えるか。それより本当に現れるんだろうな。いずれにせよ俺たちに拒否権はない。これがある限り疑問を持つな。そろそろ出るぞ。抜かるなよ、ワイバーン。お前はこの任務の肝だ。分かってる。こっちだ、ついてこい。
この戦場は荒れるぞ。くれぐれも気をつけろ。おい、急ぐぞ。始まりやがった。牙が出るまでダルミキア軍が持てばいいよな。なんだよ。門へ行け。急げ。早く。援軍を出せぬとはどういうことだ。話が違う。何のための同盟か。慎まぬか。陛下のウォルド王の御前だぞ。これが我らの結論です。何を焦っておいでか。戦況など一時的なもの。先の大陸戦争の折も帰国だけで見事に奴らを防いでみせた。違いますか。それに帰国のドミナントが控えておられるのです。我々の介入はかえって足手まといでは。患者の知らせでは奴らも召喚獣を手に入れたという。あの時とは状況が違いましょう。援軍は不要だ。何の勝算があって。今さら兵隊を借りたところで、悠長に到着を待つ気か。ここが落ちればあの蛮族どもを前に首都ランデラは丸裸なんだぞ。俺が出るしかあるまいよ。クプカ卿、せいぜい鉄王国の奴らに見せつけてやるとしよう。格の違いってやつを。フーガ。
ディクタ。気をつけてね。増票など召喚獣の前ではチリアクタ。俺の力を疑ってるのか？いいえ、全然。あなたを信じてるわ。愛してるもの。召喚獣芝だろうが、すぐに片付ける。いいか、戻ったら覚悟しておけよ。乱戦になったらいい頃合いだ。俺たちも行くぞ。どうする？行くしかない。先に行け。待て。何か様子か？召喚獣を出してきたから絶王国の芝だ。本当に嫌がった。行くぞ。またまたするな、ワイバーン。急げ。
兄さん。クライブ兄さん。もうおしまいで。では改めて打ち込みから立ち筋を見せてごらんなさい。打ち込みを続けて。お見事。その太刀筋なら戦でも引けを取りません。しかし魔法能ではどうですかな。フェニックスから授かった火の魔法、とくと見せていただきましょう。さあ、火の魔法を見せてごらんなさい。なるほど。で、よし、続けて。見事です。もはや魔法の訓練など必要ありませんな。世辞は必要ない。では次は私から参りますよ。攻めは確かだが、果たして守りはどうか。今度は気を失わぬよう、しっかりと私の剣をかわされよう。私の太刀をかわせますかな。これほどの動きを見せるとは。すごいわ。いいでしょう。クライブ様、くれぐれもお忘れなきよう。熟達した身のこなしはそれだけで大きな武器となります。そしてあなたには可能なはずだ。常人を超える身のこなしが。ナイトの称号を持つあなたはフェニックスの祝福を授かっている。その力で私に追いついてごらんなさい。さあ、追いつけますかな。さすがですね。ですが、いくら類まれな力を持っていても戦場を無傷で切り抜けるのは困難。わずかな傷が命取りに。その力を十分に発揮するためにも、特に自身の体力は常に把握しておきなさい。さてクライブ様、そろそろ体力が減ってきた頃ではありませんか。よし、これで。
よろしい。戦は人たちが勝敗を分かつもの。剣術、魔法、身のこなし、祝福の力、その人たちを確たるものにするため、自身の力量を正確に破測するのです。常に万全の体制で臨むことを忘れてはなりません。さあ、肩慣らしはここまで。最後は実戦です。バケツの水で冷えた体もそろそろ温まった頃でしょ。望むところだ。ようやく私もお相手ができる。ではナイトの称号にふさわしき力量を証明してみなさい。ああ、やってやるとも。さあ、クライブ様、上がってきなさい。だがようやく一本だ。父君の剣によく似ている名ばかりのナイトだなどともうからかえませんね。頼もしくなられた。何をしている。持ち場に戻れ。戦になるの？おそらくな。話を聞いてみないと。